おいこら、カミュ、一丁前にサボってんじゃねえぞ。なんだその生意気な態度は。10年前雪の中で震えてたガキ2匹を今日まで面倒見てやってる恩を忘れたか。分かってるよ、あんたらには感謝してる。また怒鳴られてやがんの。要領悪いよな、兄貴は。マヤ。兄貴の気持ちはわかるけどな、俺もあいつら大っ嫌い。そんなビビるなよ。ほら、それより早く終わらせて帰ろうぜ。俺も応援くらいはしててやるからさ。いや少しは手伝えよ。今日はお前があいつらの財布をちょろまかしたせいでキレられてんだぞ。やだ。くそ、しくじった。ったく、マヤ、お前のせいだからな。うるさいな、そんなこと言ってると。いつか俺が大金持ちになっても兄貴には分けてやんないぞ。またその話かよ。だけどそうだな、いつか俺たちでどでかいお宝を手に入れてやろうぜ。そいつでこんなろくでもない毎日とはおさらばだ。世界中のお宝を手に入れて俺は大金持ちになるんだ。まずは今日の飯が問題だな。ああ翼があれば今すぐどこにだって飛んでいけるんだけどな。足らない、兄貴はバカだな。それよりさ、こいつ焼いたらうまいんじゃないかな。今日の航海でたまたま見つけたんだ。今日はお前の誕生日だからな、そのプレゼントというか。おめでとう、マヤ。はあ？何このしょぼい首飾り。兄貴さ、俺の誕生日を祝うならもうちょっと頑張れよ。そうそう、こないだ噂で聞いたレッドオーブってのが欲しいな。デルカダール王国に伝わる秘宝なんだってさ。その首飾りには曰くがあってな、身につけた人間に
次から次へと金銀財宝をもたらすんだとよ。嘘くさい話だが、お前みたいな欲張りにはお似合いだろ。だから今はそれで我慢を。お前、どうしたんだそれ。兄貴、これ、俺、どうかを磨こうと触ったら。また増えたな。いっしし、どうしたんだよ兄貴、しけた顔しちゃって。黄金ちょびっとだけ分けてあげようか。こいつでいいかな。おいマヤ、なんだこれは。あれ、こんな小さいのじゃ嫌ってわけ。さすがは俺の兄貴、案外欲張り。ジリカ、いい加減にしろって言ってんだ。うるさいな、びっくりするだろ。そんな急に大声出さなくても。調子に乗っただけじゃん。だからそんな怖い顔やめろよ。悪かった、俺もカッとなっちまったけどな。はいはい、わかったよ。首飾りの力はしばらく使わない。どうしたんだ兄貴、どうしよう、首飾り外れなくなっちゃった。はあ、そんなバカな。嘘じゃないってば、本当に。くそ、なんだこれ、俺何もしてないのに。マヤ、動くなよ。マジかよ、どうなってんだ。首飾りの力が暴走してるっていうのか。どうすりゃいい。
マヤを失って俺は逃げるように旅に出た。全部俺のせいだったんだ。旅の途中調べていて分かった。あいつに送ったのは誕生日の祝いどころか呪われたアイテムだったんだ。自分の犯した過ちから逃げたくて忘れたくてあちこちでやけになった。気づけば一発の盗賊さ。そんな時だった。預言者と名乗る奴に言われたんだ。伝説の宝珠を集め、いずれ地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすれば、お前の贖罪も果たされるだろう、ってな。最初は信じちゃいなかった。うさんくせえのは、もうコリゴリだったしな。けれどその予言通り、俺はお前と勇者と出会った。おお、カミュー、お主記憶が。すまねえ、じいさん。それにみんなも、ずいぶん迷惑かけたみたいだな。予言者の言う贖罪ってのが何かは知らねえ。だけど、お前たちと旅を続けるうち、その予言は信じられそうな気がしたんだ。お前も見たんだろ？この場所に黄金になった俺の妹がいたはずなんだ。今この辺りには黄金を集めてるキラゴルドとかいう魔物がいるんだってな。おそらくそいつの仕業だろう。捕まってた時に魔物どもの話を聞いたんだが、ここから北に連中の居城があるらしい。乗り込んでマヤを取り戻してやれ。黄金像になったクレイモランの人たちも助けなきゃいけないし、行くっきゃないわね。でしょ？ありがとう。どうか、俺も一緒に戦わせてくれ。
Thank you.
マーヤ。マーヤ、ダサくて貧乏くさい名前、今はキラゴルドって呼んでよ、クソ兄貴。マーヤ、まさかお前が。そうだよ、黄金病を撒き散らしているのも、人間どもから宝を徴収してるのも、全部この俺、キラゴルド様の仕業さ。緊張しちゃって、そんなにビビるなよクソ兄貴。けなげな妹らしく、これでも気を使ったんだぜ。おとなしく黄金兵どもに捕まってれば、ペットにして死にたくなるほど可愛がってやろうと思ったのに。お前が俺を恨むのはわかる。俺のことなら好きにすればいい。だがなぜこんな。めんどくさいやつ。まあいいや、特別に教えてあげる。大樹が落ちたあの日、俺の身に起こった魔王の奇跡ってやつを。希望と絶望と孤独こそ、この闇が支配する世界にはふさわしい。我が名は魔王ウルノーマ。この新たなるロトゼタシアの支配者、貴様に戯れの力を授けてくれよ。助けてくれなかった。でもいいんだ、ウルノーガ様のおかげで俺はこうして復活できた。今や黄金化の力も思いのままさ。あのバイキングどもを手駒に変えたように、今度は俺がこの力で世界中のやつらをこき使ってやるんだ。やっぱり黄金兵どもはお前が。これがお前の今の望みなのか。魔王の配下になって、そんなことが。今さら説教しようっての、ほんとバカなクソ兄貴。この5年間ずっと考えていたんだ。
俺が生き残ってしまった意味、やるべきことを。マヤ、お前がそんな姿になったのも、全ての原因は俺にある。なら、ここでお前を倒すことが俺に課せられた贖罪だ。超能力と雑魚勇者どもが偉そうに正義のヒーロー気取り、俺さえ叱ってくれなかった奴らが今さら。うざい、超うざい、クソクソクソ、バカな兄貴も勇者もみんなみんな黄金にしてやるよ。行くぜ。スリープダガー。今こそ癒しの雨を。念には念をだ。みんな黄金にした。さあ覚悟しろ。勇者千載。出番ね。受け取って。うるさいんだよ、勇者。
じゃ。楽しみいただけたかしら。よし、うひょい。Yeah.
二人とも！いかん！完全に力が暴走しておる！このままでは黄金病の呪いがとどまることなく広がりかねんぞ。これ以上俺のせいでお前に罪を背負わせるわけにはいかない。マヤ、お前は俺が。いえ、お兄ちゃん。すまない。やっぱり俺はマヤを助けたい。あいつは俺の妹なんだ。兄貴と一緒にいたい。喧嘩して笑ってまた喧嘩して、そんなろくでもない毎日に比べたら貧しいのなんてなんでもない。寒いのもひもじいのも我慢できる。だから黄金なんてもういらない。兄貴のせいでまた貧乏に逆戻りだ。人知を超えた力を使った反動ですね。完全に体力が回復するまではしばらく目を覚ますことはないでしょう。ですが命に別状はありません。いずれ必ず意識を取り戻しますよ。世話かけたな。
さっきキラゴルドを倒した時に手に入れたこのオーブはお前に渡しておくぜ。伝説の宝珠を集め、地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすればお前の贖罪も果たされるだろう。予言は本当だったってことか。さて行こうぜ。マヤはここに預けておけばひとまず安心だ。あいつのためにも俺は新たな旅に出る。そう、お前と一緒に魔王を倒す旅にな。よろしく頼むぜ、相棒。